兄貴いくら最後にまた竹道とみんなで騒ぎたかったな。おい、てめえ不良だな。おい、見ろ。こいつ東卍か。オッケー。竹道バカ。オッケー、オッケー。ちぐゆ。逃げろ竹道。タッカー。俺もすぐ行く。すまねえちぐゆ。なんだよ。バック、どうなってんだよ。言い残すことはあるか、ちぐゆ。花垣武道を覚えていますか。早く帰れ山岸誠。早く鍵閉めろ。ごめん武道、あいつら浜の天竺とかいうチームでさ、いつかマイキー君を探して訪ねてきます。その時あいつはまるで時を超えたように昔のまんまです。今日東京に天竺の兵隊300人が乗り込んできてるらしい。東卍のアジトへ行ってくれ。お前は地冬の野郎、カッコつけやがって。なかなか戻ってきやがったぞこのバーカー。死ねえ。待てこれ隊長。あいつの目をしっかり見てやってください。あいつの目に嘘はないから、どうか信じてあげてください。東卍の一番隊でお前は隊長なんだ。俺らだって東卍だ。行くぞ隊長。うっしゃー。はっ。キサキ。いや、ヒーロー。ヒーロー。関東事変を始めようか。こいつまさか。神は私にばかり試練を。俺はお前を隊長殺す。ブラックドラゴンのボスは芝大樹。大樹は私らの兄貴。俺さ